皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。今週のゆいチャンネルは、昨年11月のブロック FM5 周年パーティーの際にお邪魔したブロック FM のスタジオより再びお届けします。そして土曜日はスペシャルなゲストが、来ているので、来てというかお邪魔しているので、金曜日からお届けしたいと思います。金曜日はこちらです。フォルゴレ、ボリューム1です。初めて開催されるパーティーなんですが、フォルゴレとはイタリア語で稲妻という意味らしいです。DJ リュータさんレジデントのパーティーで、マークパンサーさん、石田一生さんなど豪華アーティストが出演します。この日は、24時までが、ハッピーアワーということで、ご来場の24時までにご来場のお客様、女性はなんと500円、男性は1500円で、入れるので、ぜひお早めに、ご来場ください。そしてごめんなさい、土曜日の前にこちら、来週の水曜日なんですが、水曜日、毎回水曜日にやっている WeDM というイベントがあるんですが、こちらが、フォースアニバーサリーということで、ゲストが、1名います。ビビットさんっていう方で、どうやら日本在住でアジアで活躍している、DJ だそうです。もちろん女性は入場無料、ウェルカムドリンクもついてくるので、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、そして行きます。土曜日はこちらです。タク高橋プレゼンツインターギャラクティック、タク高橋バースデーバッシュ、プロデュースバイワンクロです。そして今回ゲストには、レジデントのタクさんと、ゲストの、大沢慎さんに来てもらっています。よろしくお願いします。来てもらってますというか、まあ、私がお邪魔してるんですけどね、はい、今回もお邪魔します。はい、タクさんと大沢さんです。よろしくお願いします。まずタクさんがお誕生日ということで、はい、おめでとうございます。ハッピーバースデーです。当日は、当日はバースデー当日はこの日ではないないです、29日なんで、29日4日前なんで、はい、イブ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 イ楽しみです。そして今回なんとスペシャルなセットということで、はい、お二人ともご自身の手掛けた楽曲やリミックスした曲のみ使用した DJ セットということで、はい、その名もセルフィーセットっていう、はい、僕が一応命名したことになっているんですいや、なったことが大沢さんが作った言葉ですね。いや昨年のね、はい、年末にタンクも一緒だったんですけど、うんうん、ワールドアウト久しぶりに関西のね、はい、開催した時の、うん、にまあ中本君からそういうオファーがあって、はい、で、あ、だったらこういう名前がいいんじゃないのって言って、うんうんうん、やったんですけど、はい、なんか東でも東でもちょっと浸透しつつ、はい、話題になりつつ、ね、定着しそうな、はい、いいですね、はい、ウィキペディアに入れてほしいですね。そうですね、作ったのは大沢慎一だって、命名来年ぐらいにはきっと来年のウィキペディア。まあでも DJ プレイにおけるセルフィーセットっていうと、はい、っていうことですよね、うん、そうですそうです、はい、はい、全員自撮りのことじゃないんで、うん、自撮りしながら DJ やることじゃないんで、それ面白いですね、はい、間違えてもやめてください。どんだけ自分が好きなんだろう、タオ君とかやりそうですこうやってこう結構、はい、やってますね。やめた方がいいですね、はい、そうじゃないです、はい。そして野崎さんこと、ジャズドロニックさんも同じくセルフィーセットで、そう、はい、大沢さん、うん、はい、野崎さん、はい、僕3人とも自分の曲縛りなんですけど、はい、僕もすっごくジャズトロニックと大沢さん のセルフィーセット楽しみなんですけど、はい、こういうのって自分より、うん、なんだろうな、その他のアーティストの方が楽しみよくなっちゃうかな。あともう一個言えるのは、はい、頼まれないとやれないんですよ、恥ずかしく。恥ずかしいっていう僕の場合ですけど、はい、いや今回も全部自分の曲縛りでやりますってなかなか言い切れないですよね、自分ではね、うん、はい、そうですね、はい、じゃあもう結構当初、始めた当初から最近までこういろいろ盛り込んでっていう感じになりますか、はい、そうですね、やっぱりでもダンスオリエンテッドなものをメインになるんで、うん、なかなかこう古いものを持ってきてこうやるのも難しいんですけど、うんうんうん、なんとか、はい、できるだけ盛らしたいな楽しみです、はいはい、ということで、はい、じゃあ当日はお祝いも兼ねて、はい、お祝いも兼ねて、ぜひ祝ってくださいって、はい、あと本当
すごいお祝いに素敵なそのシチュエーションを皆さんにしてもらって、うん、はい、普段見られないものがこの夜、ね、はい、見られたり体験できるんで、うん、一緒にお祝いできたらなと思います、はい、いつもとはちょっと違ったインタラクティブになると思います、はい、乾杯は、ウーロンハイはオファーしてもいいですか？ウーロンハイはね、ちょっともいいんですけど、やっぱウーロンハイの方が優しくていいかな、はい、じゃあウーロンハイでいきましょう、はい、じゃあ当日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてちょっともう一個なんですけど、ウームの、お誕生日は4月の8日にあるんですが、今回テーマがウーム&ミー、まあ、大沢さんも出ていただく、私とウーム、はい、そうなんです、はい、あのその場合もう何百人って、ね、その空間にいても一人一人このウームとの体験っていうのはそれぞれ違うということで、まあ、ウームと私っていうのが今回のコンセプトになりました。はい、そしてあのこちらの特設ウェブが本日、アップしたので、ぜひそっちの方も見てください、はい、それでは、はい、今週末はまず土曜日皆さんとお会いできるのを楽しみにしみにしております。楽しみにしております。よろしくお願いします。インギャラですね。インギャラです。インギャラです。よろしくお願いします。